G7 広島サミットまで17日となりましたサミットへは8つの国のほか国際機関が招待されていますがその関係者がきょう平和公園などを視察しました午前7時半です招待国各国の関係者と見られる一行が原爆資料館に視察に入りましたけさ平和公園を訪れた一行 G7 サミットの招待国と国際機関の関係者およそ80人です。日本政府はサミットに8つの国と国連など7つの国際機関の招待を明らかにしています。インドは G20 の議長国、インドネシアは ASEAN 東南アジア諸国連合の議長国など新興国や途上国を中心に。 さまざまな地域と連携を図り議論を深めることを念頭に選ばれた国々です一行は国際会議場や原爆慰霊碑を視察韓国の関係者は韓国人慰霊碑にも足を運びました招待国については岸田総理が平和公園を案内する案も検討されていますまた午後にはサミット会場となるグランドプリンスホテル広島も視察し 一同が会する場も設けられましたそこでは県内の伝統芸能などが披露されたということです